オルンバウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す軍所属市で、バイデンバッハと共に、トリースドルフ行政共同体を形成する。オルンバウは、ニュルンベルクの南西 60km、フランケン・コスイ地方周辺部のワルトミュール川沿いに、位置する。本市は、公式には6つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。これらの他に小集落のハークとタウゲンロートがあるが、これら6地区は市町村合併前は独立した市町村であった。オルンバウは838年に初めて文献上で言及される。名前はアレンブレンから世紀を経るうちに変化し、1800年頃から、 現在の名前が一般に用いられるようになった。1300年頃にはすでにオルンバウに大官所が設けられている。この村は城壁で囲まれた部分と防御施設を持たない入植地とからなる。オルンバウとその周辺地域はミニスターとも呼ばれるアムトマンを生み出している。税関や裁判所からの収入はアイヒシュテット市教の懐に入っていった。 エッティンゲン博の干渉に対して、ハプスブルク家の皇帝エルドルフ一世は、1313 13年に、名分をもって、オルンバウ周辺地域が、死境領主に所有権があることを認めた。また皇帝は、防衛施設を建設すること、私壁を巡らすことを許可した。これにより、入植地は、都市権を持つ都市としての機能を備えることとなった。市議会は12議席で、 これに市長が加わる。市の紋章は、市教図を持つ市子の図柄である。この紋章は1674年から用いられている。オルンバウト・アルトミュール橋。ありがとうございます。